お願いします。7番、まあ多分打ちたい台は打てると思います。おはようございます、クロワルゴナルタクです。さあ、ディープインパクト第5戦目ということで、今回はですね、兵庫県明石市にあります銀のぶどう明石店さんにお邪魔しております。さあ、ご企画なんですけども、前回ようやくですね、正宗2にて一撃4桁上乗せを達成することができました。500以上かな確か。これで730ってことで、いったー、1220。正直ね、心のどっかで10立てしてしまうんじゃないかなと思ったんですが、無事4戦目でクリアできたというちょっと安堵感もありつつ、まあ、しかもね、2連続で達成する絶好のチャンスでもある今回ですので、まあ、今回でしっかりちょっと気合い入れつつ頑張っていきたいと思います。でですね、まあ、前回達成してこの10戦連続でクリアできなければ、まあ、他のメンバーに変わるというルールだったんですが、まあ、前回無事達成したということで、今日を、スタートにまた10回チャレンジすることができます。でですね、正宗2ばっかりに、まあ、頼ってもしょうがないんで、別の機種で、まあ、特に一撃万枚あたりをちょっと目指して頑張っていこうかなと思うところで、今日も2機種ぐらい、ちょっと候補あるんで、まあ、そのあたり、まあ、今日も入場が40人ぐらいの中7番と、まあ、いい番号を引けたんで、まあ、そのあたり打てると思うんで頑張っていきたいと思います。でですね、今日も閉店ぐらいまで、おそらく頑張るんですが、まあ、僕の疲れていく様なんかもちょっと楽しく見ていただければと思いますので、最後まで皆様お付き合いよろしくお願いいたします。お願いします。ありました。さあ、データ見てたんですけどね、回ってなかったんですよね。やっぱりとりあえずもうなんか一応設定気にするんで、上げ狙いとかなんやかんやはあるんですけども、それないんで、別にまず鬼祭チェックしようね。温泉8個計算しました。割といいね。で、鬼祭多い方から打ちます。これも2台設置です。さあ、こっちは温泉、12個よう溜まったな。じゃあこっちが打ちます。これは溜まってるね。さあ、ということで、ゴーエモンから、さあ、5回目のディープインパクトスタートしたいと思います。さあ、ゴーエモンにて一撃を受けた上乗せ一撃万枚を達成するにあたって、やっぱ大事なのが、鬼祭モードの降格、鬼祭が溜まりやすい状態ね、そこに持って行って、そこでうまいことハマること、あとはやっぱりなんといっても超鬼行きね。さあ、レギュラー2、3、レギュラーのゲーム数数えてね。もう全部で終わり。でこれ中娘だいぶ設定差あるんでね、めんどくさいけども、レギュラーのゲーム数は数えていきます。でね、その今言ったそのね、一撃のトリガーっていうものの、まあ、加えてね、おまけというか補足として、まあ、超絶景があったり絶景ラッシュっていうのがありますけども、僕何にも引いたことないんですよ。ゴエモン多分5万6万ゲームぐらいは打ってますけども、だけど43ゲーム張って4連投かな、135、あ、奇数資産。あ、4弱で3連とか。
対決、対、まあ、対決、主に対決だときか。で、当たらなければ鬼祭たまる抽選、これも設定差ありますけども表に出ないことがあるんですよね。だからここはまあまあちょっとふわっとした感じで、あんまり設定判別的にはちょっと当てにしないようには今のところしてます。6やとねすぐ分かるんでいいですけどね、天井の振り分けがもう圧倒的に違うんで。さあこれでだんだん負け出しぬすっと中娘でした。これで今7投目ただこれ気をつけないとダメなのが、まあ基本的にはあの設定6だけ天井かなり優遇されてて、まあ、7盗みに関しては設定5も 10% 弱あるというところなんですが、設定変更時だけはねまた全然振り分け違うんで、設定変更は当たりにくいんで、こう設定でもここは気にしない。さあ、あ終わってるか。これ1連投ね、もう一回さあ、とりあえず朝一7盗めでは当たらず、さあプラスはこれ お京娘しかも今高額ステージにはいるんで、いればプラス1個 OK。 さあ6娘、ね、早速大チャンス 50% 前後で、さあしかもこれで7、まあ6連投の抽選もう一回するんですけども、一応便宜上7連投。さあこれで8連投当たってもらわないと困るレベル。どこにあるんだ。さあ103ゲームからだと今8連投取りに行くぜ。さあ9連投10連投少し前、さあレギュラーまである。はい、おいいね、調査服。さあ、11連投かな。あがこれレギュラーのゲーム数数えたり連投数えたりはつらいな。さあこれレギュラー終わり。さあ今、ザップと、誰だっけ、ランマル。ああ発見したか。ちょっとチャンスアップが少なかったな。よしザップ2234 2243。はい、さあ朝が熱しね。チャンスアップないけど大丈夫でしょ。119ゲーム早かった、さすがによね。さあ今年150枚120ゲーム当選。さあ鬼祭12個から何個たまるか。たまらんか。
まらず、まあでも本戦長中含めジャック・ヌスメやったら8分の1とかやっけな、確かしかたまんないんでね。赤7さあ12個、さあ目指すは超鬼気、さあ頑張ります。さあこれも一応ね超鬼行きのチャンスですから、ゾロ目危ない。もったいないな、上限解放してない。一応ベルでも 10% で上限解放ね。よし 50% で上限解放。いやこれ頑張れてるだけにもったいないな、解放してないのが。うわーないか、ラスト。お前さんの行き方、いや11から20にしてはだいぶ乗った。119ゲームプラス20ゲーム、ラスト。いやーやっぱりちゃんと行かず288枚。さあ一応高設定資産の弱の方ね。三問。さあでこの間にレギュラーボーナスを引くと、そうすればレッドフォックス大チャンス。お、あるぞ。さあ今 RT いい状態ね。何パーやっけな。どこにあるんだ。うわ、行かすか。どこにあるんだ。さあこれで。せっかく逃げたけども、よどこにあるんだ。
さあ3連投、せめてもう1個つなげたいね。さあ3連投で発展。あ、めっちゃ溜まった。3個溜まった。おや ?3 連投で3個溜まったぞ。一応 ART 終了後に鬼祭モードの工程の移行抽選が行われてまして、鬼祭降格めちゃめちゃ溜まるからね。ただその獲得枚数に応じて振り分け変わるんですけど、今僕獲得した250枚ほどって 2% だけなんですよ、鬼祭降格行くの。まあたまたま振り分け良かったのかっていうだけかな、さすがに。いや本当はこれでもう1台8個溜まってるから、そっちとりあえず移動してもいいかなと思ったんですけど、まあ、同じく8個になったんでね、まあ、前行こうかな。あのね、ちょっと1個気になるというか、今3連投で3個溜まったんですけど、おやおやと思ってちょっと確認したんですけど、3連投で3個の振り分けとかないんですよ、定格で。だから鬼祭降格いってる可能性高い。だ基本的に鬼祭溜まるタイミングが連投での ART 非当選と、あとまあ1000ゲーム以上のゲーム数ハマりなんですけど、他にも一応なんかまあ買いすぎに見せない何かあるっぽいんで、そういうものかもしれないですけど、ちょっとここからはステージチェンジに注目で、鬼祭降格初っ端から行ってら大チャンスだからね。天井まで行きゃ鬼祭3桁貯められる。いただくぜ。さあ弱視姉妹ごっつ。さあ現在4連投。いただくぜ。お、これで5連投。当たった。珍しいの見れたね。今捨てチェンで娘育ったんで本前兆ですね。4まで当たった、どこで当たったか分かんないですけど、いいね。いやただいや鬼祭降格やったかもしれんって考えるとちょっと複雑な気持ちですけども、なんかねえのか。こんにちは、6連投目。さあ、取りに行くぜ。引くね。7連投で1枚
ったら座っちゃうことないですけどね。これで MB 終了。本当にいいじゃない。行くぞ。さあ、まあまあ確定なんですけど。さあ、3つ444、4ゾロ。持ち込んで当選で、今みたいに4で当たったんか5で当たったんかよく分かんないんすよ。ほらめっちゃ、いや絶対高額いたやん。うわこれちょっともうハマってほしかったな。そうそうそう、あのね、今みたいに4で当たったか5で当たったか分かんないんで、難しいんすよ。何連投で当たったとか外れたとかで判別しようと思ったら、でいっぱい引いたのに当たらへんな、あんま引いてないのによく当たるなぐらいでいいと思います。うわー大チャンスやったのにな。あ、すいません。さあ、若旦那の竹。さあ、お店11個。いいタイミングで引いてるよ。さあ。上がれよ。上がらへんな。ラスト。ナビなし。オッケー。44。ラスト。22ゲーム。ラスト。はい、246枚。あれ？あ、こう設定したの今日パターン。3問。いや、画面だけ出たらすごい手応え。で、あの強高設定しさの強弱パターンって、あの設定変更後でも、そのせなんですか、ボーナス設定変更後3回目までは振り分け変わるんですけど、それとは全く別なんで、別というか一律なんで。よっ、ほっ、どこにあるんだよ。あ、1ゲームずれてるけど、おそらく、打倒感300で、超高額。よしよしよし、ここはなんとか行ってくれてよかった。しかもいいタイミングで逆転しまい。さあ5
うわー、いかんいかんいかん。オッケー。お、しかも強の爪ってことは確かプラス1しかないんかな。6、7、8、9、9、今9連と。あとはこれがちゃんと当たってるかどうかね。当たってない可能性ゼロじゃないしね。とりあえず赤字、赤字。あともう1個ぐらいチャンスアップ何か絡めばって感じね。はい、もらった。盗みの所業は、いざ勝負。さあ、323ゲーム発展。2、4、3。容赦しないよ。いい仕事するじゃねえか。弱いよ。大丈夫？弱い。すごく弱い。326ゲーム。9連投ぐらいまでいったものが当たりました。ここはたまらん方がいい、むしろもう。OK。もうたまんないならたまんない方がいいですよ。で、駆け抜けて。鬼祭降格の通常時に戻るというやり方がね、いいんでね、中途半端になるぐらいなら。やめてね。レベル2以上の期待アップ。うわー、ここ30いらんかったな。ボーナス引いてたんや。あー、なんか複雑やな。さあ、もちろん盗めのチャンスなんで上限解放のチャンスなんですよね。さあ、ナビなしイコール上乗せ、上乗せ。あ、今レギュラーボーナス中ですけども、かけの電話した55。いや、しかも枚数結構取っちゃってたんで一緒か。これ100枚、まあまあ枚数じゃないですけど、厳密にはポイント制なんですけど、ざっくり100枚以下で終わると、まあ、25% で鬼最高格いくんで、だそこが大チャンスなんですよ。あ、今これ多分レベル上がるんですよ。で、今表示12ゲームで上がったんですけど、そんな振り分けないんですよ。一番早くて25ゲームでゲーム数でレベルアップするんで、おそらく最初から都市レベル2スタートで、 ART レベルといろいろ加味するとざっくりで、ざっくり高設定の方が都市レベル2からスタートしやすくなるんで、この辺も気にしておくといいところね。あ、そうだ、あとね、レギュラーボーナス中に、中
つ目に設定差あるんですけども、エアルティ中は中盗めの確率変わるんですよ。ただ15枚払い出しの中盗めの確率は通常でもエアルティ中も一緒なんですよ。だからリプレイの中盗めと15枚払い出しの中盗めだけ気をつけて、15枚払い出しの中盗めだけカウントするレギュラーボーナスはね。よし、これ溜まる多分。さあ、6レッド 50% でチャンスオン。いや、弱いな、弱いよ、まだ弱い。もう一回引いとこう。 OK。7レッド。もう下パドに消えた。さあ、ようやく初の奉行対戦。さあ、僕五右衛門結構苦手なんですけども、奉行対戦だけは得意。ステップに。もう2個溜まった。もう1個は欲しいのよね。あー、無理かー。さあ、でここは MB を引く。はい、中段ラインの3つ。ということで、ここに行き、ここに最4個。いや、もうこうなったらもういっぱい乗せるしかない。ラスト、20ゲーム。せっかくやのに。まっちゃったー。348枚。さあ、デフォルト。これで LT3 回終わりか。ああ。あ、100ゲームでいった。ほう、100ゲームでいくとか、はっきり確率覚えてない。少なくともこれもう4以下1桁よね、完全に設定。うわ、喋ろうとしたら貴族目。もう一回引けばいいだけやもんね。ナイス。あれ、ゴーで止まった。抜け。勝負。118ゲーム5連投で発見。3-1。お、予約ナビ。オッケー。これで、6、7連と。よし、ただ雑踏もいってる。今7連投からの8連投。
ょっと固まるね今日は。あれか。さあ。初頭が消えてほしいところね。赤字。ということで、もう何にせよ暑いね。これはあのどっちでもいくか。はい、ザップ点灯。2243。大丈夫でしょ。キューレント139ゲーム頂戴。超渡る。さあ、でよ、ここに最後乗せます。なんで準備中はこんなにゆっくりしてるかね。ちょっと待ちましょう。ご来店ありがとうございます。ベリコがね、ようこそですわ。20ゲーム。さあ、おじさん4個。ちょっと待って、本当はちょっと待ちたくなかった。その前行きたかったけども、さあ、約 5.1 分の1でシングル。あ、もう伸びてた。ほら、だから止めたあかんねんってば。あ、しかも、しまった。あ、残り5ゲーム。これならもう一回15枚焼く欲しい。楽しくなって。ラスト。あ、あかんかった。さあ、問題は、まあ、おひねり巻きいくんですけど、天井視差が出るかどうか。さあ、出ないと。で、おひねり巻きいくね。ここは奉行対戦でお願いします。お見事。おひねり巻き、盗みの花はこれからよ。あ、まあ、そうか、奉行対戦ではないか。まあ、チャンスゾーン。そしてこのチャンスゾーンで大事なのは当てないこと。このチャンスを当てたらダメ。まあ、とりあえずベル盗めを引かずに過ごして、で最終ゲームでリプレイを引くと。どこだっけ、この次かな。じゃあこの次は波欲しい。行っちゃった。さあ、おにさん6個。これぐらいならなんとかなる。
ちょっと絶妙な、とりあえずこう100枚行きたくないんですよ。なんでオリンス？泣いてんの？え、なんで？オリンス？あ、そっかそっかそっか。そうだ、2つ止まってたからだ。最低保証10ゲームなんで6ゲームしか乗ってないようなもんなんでね、残りでも50ゲームかちょっとしんどいかな。ラスト、さあこのまま終わってれば 10% で鬼最高額で、天井下が出るかが大事。天井下出ず186枚、天井に来る、あ、いった猫か同業者。一応これはどっちだ、忘れました、奇数か偶数どっちかさ、偶数だったかな。でこれが66以内の振り分けの天井もしくは鬼最高額どっちかなんで、この状況熱いですよ。できれば鬼最高額がいいで、鬼最高額じゃなければまあ高設定期待できてくるよね、まあ特に偶数ねって感じよね。どこにあるんだ。ただ今んとこのこの初当たり4回かなの状況がすこぶる品で、まあ、全然66以内の天井の可能性ありますけどね。さあ楽しみだぞ。さあここはとりあえずよ、あの降格終わってステージチェンジをしていただきたい。どこにあるんだ。よっ、どこにあるんだ。あー、ゴーエモン出てこず。だから一応鬼最高格に滞在時はステージチェンジでゴーエモン横切る演出が頻発するんですね。でなんか大体2分の1ぐらいと言われていたり、まあ、僕が経験した範囲では、まあ、2分の1以上ゴーエモンがパッパパッパ出てくるんで、明らかに違和感を感じるんでね、すぐ分かります。さあとりあえず ART 初当たり4回終わったところで、高設定示唆の弱強が1回ずつで、偶数示唆が1回、そしてデフォルト画面1回と、今のところそれだけ見ると4オア6かもねっていう感じの中、天井が66以内かもという感じです。よし、いただきます。ご来光ランプつけました。ご来光ランプが超熱いんですよ。だから多分これ33なんですけど、これで当たってる。でちなみに、まあ、今のところ状況いいんですけど、偶数かつ高設定のが33でヒットしやすい、設定6に至っては 82%、 設定4で 25%、ところではここは当たってくれるのはすごく嬉しい。はい、ダット668ゲームから取りに行くぜ。ここで表紙しない。
あれに2作目685ゲーム発展。俺の宝にまた一品。これぞ飛びろ。さあと、スタンがいるぞ。もう一度元気をする。さあ、688ゲーム、33盗めでヒット。ってことはもういよいよこれ偶数、あ、奇数なら。まあ、奇数でもゼロじゃないですけど 3% 前後しかないんですよ。でなってもいよいよ少なくとも、まあ、246のどれかでしょうっていう感じかな。さあ白出てけえへんかな。7個。うわー、ここの 50% 弱いな、今日いい方が引けへん。お、いったね。ラスト58ゲーム。旅なし。さっきこれ長くなったから黙ってたんだけど。お願いします。告白するときも、あーデートのときも、喧嘩のときも、ごめん仲直りしたときも、いつでもどこでもジャンバリ新着アプリ。